手を組むだの戦うだのと、なんとせわしない。いたしかたなしかと。それほど我らは乱世の脅威となったのです。なれば、なればこの勢いに乗じるべし。今の我らの前に怖いものなどありません。しかし、これほどの軍を要するとは、おそらくはこの乱世に最大の勢力か。何の何の、数を頼んだところで玉殿にかなうべくもなし。さあ、世間知らずの名族殿に力の差を教えてやりましょうぞ。うん、玉殿の道を阻む者、この超文言が撃滅せん。よし、行くぞ。臨時、俺たちが怖くなる。立ちふさがるならば容赦せんぞ。両船、貴様の進撃もここで終わりよ。気がさせてやる。明徳の軍の盛況さを示すのだ。気がさせて、兵の肩を覆すのが臨時の役目。この陣頭内、私は必ず、お臨時は必ずや勝利を我らに。感染の肩が崩れるのは必然。よくぞ、まず名反戦を寸断しましょうぞ。僧侶殿には遠心を取ってもらいましょう。敵の要所放っては、放ってはおけません。決めますぞ。お二人の動きはこれでよし。よっしゃ、ですぞ。私は援護に、援護に回りましょう。ありません。火兵で飛び込んでくる万有よな。いざ、この顔料が相手をしてくれるわ。いいぞ陳旧、なかなかの働きだ。野望は果たせません。 あなたを倒し、ご老人、勝利を、勝利を我らに。素晴らしきお働き。おっと、味方と殴れず、勝負に進んでいく美しさが私には強い。またお会いしましょう。決めますぞ。交えるか。行くぞ、この文集、敵に情けはかけん。
ない。平坦が一部立たれた。まあ捨ておいてよい。平坦は他にもある。準備は上々。上々ですぞ。我らが優位の発芽も間もなくですな。短気で来たか。それを無謀というのだ。剣心を制圧したならば憂いはなし。さあここからは全身に徹しましょうぞ。参りましょう。決めますぞ。逃げよう。参りましょう。私の知略が破れようと敵将撃ち取った。私の勇姿をご老じろ。何をしておったのだ。これで霊陽は孤立無縁。さていよいよ炎症を追い詰めますぞ。猛徳め炎症に貸しを作れて。まあいい、さっさと終わらせるぞ。決めますぞ。いや、そうぞおめえ、やはり我が地球を決めますぞ。行け。見事ヨフを打ち倒してみせよう。ここは二手に分かれて敵の格段だ。ヨフを慌てさせてやろうじゃないか。私の勇姿をご老じろ。
なかなかの働きだ。炎症の大軍を打ち破った。もはや河北に敵なし。呂布は満を持して決戦の軍を起こす。目指すは長安。そこで李郭、郭氏ら董卓軍の残滓たるものを撃つ。それで乱世が終わるのか、あるいは己が奴らになり変わるだけか。乱世の鬼神が開く明日はいかなものであるべきか。呂布の胸にはある答えが描かれようとしていた。対して李郭、郭氏らは全軍を挙げて呂布への防衛網を展開。また曹操、孫策らも雪辱を期して長安周辺に集結していた。どれだけの軍友が集まろうと、それを倒し勝利するまで呂布、陳宮、張遷は決意を胸に戦場へと向かった。因縁の地長安を舞台に天下を決する最後の戦いが始まる。呂布戦部、誰にも止められはせん。ついに戻ってきましたな。おいたわしい。呂布殿は逆賊董卓を斬ったにもかかわらず長安を追われてしまわれた。いわばここが呂布殿にとって乱世始まりの地。そして呂布殿の天下が始まる地となりましょう。まさにその通り。されど今ここには乱世の亡者たちが集まっております。さながらかつての古老館のようですな。
あの時とは違う。俺が思うままに暴れられるのだからな。宝泉様、どうかご武運を。天下をおつかみになられませ。よし、始めるぞ。長安には帝がいらっしゃいます。怯え、ご自身の無力を嘆きながら。はあ、お父様、私はどうすればいいのでしょう。長安、敵するは千万の軍と豪遊たち。我が部を振るうにいささかの不足もなし。呂布殿の道を開くはこの趙文渊の刃なり。ふん、長領、共に思い切り暴れるぞ。私の望みはただ一つ、この領の手に強大な権力を持つこと。波の権力であればいつでも持てましょう。ですが、私が求めるのは天下をも動かせる力。呂布殿の武にて天下を取るのはいわば手段。私の望むものはその先にあるのです。ふん、初めて語ったな。いいだろう、その望み俺が叶えてやる。雑魚どもは帝のもとに集まっている。だがその帝には力はない。今帝を操っているのは李鶴と郭氏か。雑魚以下の虫けらどもが偉そうに。そもそも帝とは何なのだ。弱く他人に操られる奴が帝でいいのか。ふん、考えるほどのことでもないか。今から俺が天下を取るのだからな。行くぞ、この俺の最強の部で全てを倒す。開門します、ご武運を。長安を守るは堅固な堅固な二重の城壁。ここは一つ勝者の力を使いましょう。関係ない。ではこの力を今こそ全てを掴む。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。Thank you.
通すわけにはいかん。命に変えてもな。消えろ。死ぬザコども。
怒号が止まりましたな。ではでは勝者部隊進軍を再開せよ。ゼロだ。見つけてくれますな。市街地まで来ておるではないか。何をしておる。早く応援を呼ばぬか。まずは外壁。この勢いで内側の城壁も突破しましょうぞ。参りますぞ。
得した。敵将、討ち取ったぞ。
と思うなよ。おお、素晴らしきお働き。リー万世、またの名を勘が冴える男ってな。覚悟を決めてもらえるかな。嫌な予感しか死んだったんだよ。あれだけの包囲をやる。この部分、私も挑んでみよう。ワイズの魔力に冒険の部分、わしが描く天才に貴様らは不要よ。さすが宝泉様です。
ましたな。いざいざ最後の仕上げと参りましょう。ははあ、まずいな。これは予想外の展開だ。いやはや、実に鮮やかな攻撃だ。だが、ここを通せないことに変わりはない。ここは行く。お見事、見せつけてくれますな。貴様、不敬だぞ。俺に近づくな。誰が早くこの猛獣を斬れ。消えろ。終わりましたな。名だたる軍友はすべて倒れた。もはや立てる者などおりますまい。これで天下は我らのものですぞ。宝泉様、おめでとうございます。いや、まだやることが残っている。帝はどこにいる。宝泉様、各氏らを打ち破り、長安での戦いを制した。並いる軍友も倒れ、もはや呂布に対しうる者はいない。それはそのまま乱世の終焉を意味していた。この先呂布が取る道はいかなるものか。帝を擁し、その無双の武にて暗い人心を極めるか、あるいは帝さえも軍友と同じように打ち倒すか。呂布が選び取る道は未だ誰にもわからなかった。そんな人々の思いをよそに、呂布は帝のもとへと向かう。鬼神呂宝泉がつかみ取った天下はいかにあるべきか。呂布は一つの答えへとたどり着いていた。今、最強の男が新たな時代を開く。乱世が起きたと思う。お前たちが弱いからだ。だから宦官どもや董卓のような奴が出てくる。頂点に立つ者は強くなければならぬ。俺に帝の座をよこせ。お前はどこかへ失せろ。戦えん奴など切ってもつまらんからな。いやはや陛下、戦場はすでに確保。昔日のものというのに、そのお召し物は。ふん、あんな服着ていられるか。そっちはうまくやっているようだな、陳旧。天下に響き渡るは名参謀、
秦広大を称える声、声、そして声。間違いなく我が名は後世に残るでしょう。引け！俺はこの力で乱世を制した。これからはくだらん騒ぎなど起こさせん。俺に勝てると思うやつはいつでも来い。全力で叩き潰してやる。天下よ、この俺が最強の両方戦だ。